にちは、ジュンピーです。皆様、この今見てもらってるこのチャンネルが昔は何の動画を上げてたかね、ご存知の方はもしかしたらいるのかなと思うんですけども、まだね登録者数が100人突破していなくって、1桁とかまだ20人とかねの時にやってたんですけども、こうして今みたいにこうやって顔出しをする前は、実はゲーム実況をこのチャンネルで投稿していまして、現在ねその動画は非公開になっているんですけども、その非公開になっているゲーム実況の動画について本日は触れていこうかなと思っていまして、単刀直入に言います。昔上げていた現在非公開になっているゲーム実況の動画について、期間限定で公開いたします。公開日時になります。2022年12月20日0時0分から2023年1月10日23時59分までといたします。まあこの動画が上がってからちょっと経ってから公開になるので、 YouTube のねコミュニティであったりとか、 TikTok、 そして Twitter、 Instagram、 そしてね自分の今やっている公式 LINE からね、今日からですよという、そのような発信いたします。そしてここでね注意してもらいたいのがあります。どうしてこの限定期間なのか、そして何の限定なのかっていうと、なんとなく感づいてる方もいれば、もしかしてタイトルにもね入ってるかもしれないんですけども、冬休み限定でこの動画をね公開したいと思います。それにあたって注意が一つあります。それがこの今現在ね非公開にしている動画を公開するにあたってなんですけども、先ほど言ったねこの公開期間以外は公開になりませんので、その後公開してほしいってなったとしても一切公開しません。ですので、この期間でですね、よかったら昔あげていた、ゲーム実況よかったらご視聴ください。そしてそこでまあもう一つ、注意点がありまして、現在のようにねまあ最初もちょっと言ったんですけども、顔出しは一切しておりません。そしてその動画のコメント欄についてなんですけども、書くことは可能になっております。そのコメントで、良ければ今後やってほしいゲーム実況などあればコメントお待ちしております。そして、報告動画ウィーク1日目でもね、一応言ったんですけども、本当はこの動画についてもそうですし、期間についてもなんですけども、12月1日から、今年が終わる、12月31日までをね、持って、動画を非公開から公開にしようと考えていたんですが、それについてはですね、活動中止をしていたため動画上げられなくなったので、今現在こうして、皆さんに見ていただいて、そして12月20日から動画を公開するという形にさせていただきました。なんで12月10日から1月10日、まあ約30日間ありますよね。この30日間をですね、12月1日から1月、違う、12月30日、12月1日から12月31日、まあ1日ちょっとなくなったんですけども、その期間の分を、後にちょうどずらしたという形になって、冬休み限定でということになります。もともとはね、2022年の最後の締めくくりとしてっていうのもあったんですけども、まあ、冬休み限定の動画としてもありなのかなと思っていて、初めての試みではあるんですけども、よければ、昔のね、ゲーム実況の動画にはなりますし、本当に思ってる以上に声がボソボソで、多少は面白いのかなと思います。よければ見てください。そして、12月20日からですね、1月10日の期間、この動画でもですし、報告動画ウィークの全動画、再生リストが一応ね、ゲーム実況貼っときますので、よければそこから見てください。そして、12月20日から1月10日に出る、その動画、ショート関係なく再生リストね、概要欄に貼っておきますので、よければ、そこから飛んでみてください。ということで本日はね、これで終わりたいと思います。昔のゲーム実況の動画ちょっと気になるって思った方は、高評価、そしてチャンネル登録、コメントお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。